こんにちは古です世界の名作文学を5分で語る時には10分以上かかりますということで、えー、やっていきたいと思います。えー、今日は宮沢賢治について、えー、ちょっとお話をして、えー、詩の朗読をですねしていきたいと思います。えーまあ、宮沢賢治について、えーまあ、僕はこう何て言うんですかね 宮沢賢治、難しいですよね。あれは簡単。まあ、童話はね、読めばまあそのまんまみたいな部分もあるけども、詩はとても難しいですよね。あの宮沢賢治の詩を立原道夫のように読んで、ああ、いいなーって思う人は、そうそういないんじゃないかなと思うんですね。で、えー、結構あの癖のある文体やらないやらで、えーまあ、僕は宮沢賢治については、こう、童話についてはね、 銀河鉄道の夜を、前も言いましたけど、サウンド文学館のテープをですね、車で、子供がちっちゃい時に車でずっとかけていたんで、10回ぐらいね、銀河鉄道の夜全編の朗読を聞いたことがあってですね、耳から入った銀河鉄道の夜みたいな感じで、夜、夜車運転しながら、 こうね、高速道路とかこう夜,夜の星を見ながら、銀河鉄道の夜をの朗読を聞きながら運転するというのは、ですね、えー、なんかこう特別な体験として残っていますね。で、えー、宮沢賢治を僕はこう1人の詩人作家としてこうなるほどなと思ったのは、えーロババ、ロジャー・パルバースさん、パルバースさん、ロジャー・パルバースさんというアメリカ 人ですか、ね、今オーストラリアに確か住んでます日本に40年以上いたそうで、まあ、この日本文学の翻訳家として有名な、えー、作家のロジャー・パルバースさんということで、自然や人間に真摯に向き合う日本文学を世界に広めていきたいというね、そういう方ですね。 でこの人は日本に来た時には、やっぱりあの夏目漱石、谷崎潤一郎、川端康成、西島由紀夫、安倍工房などこそ近代日本文学だっていうふうに思っていたようなんですけど、やがて宮沢賢治を深く読むようになってですね、えー、これは素晴らしいなっていうことで、まあ、宮沢賢治の詩も Strong in the Rain Selected Poems という、えー、翻訳を 宮沢賢治の翻訳詩集を出したそうでしてね、野間文芸翻訳賞を2007年に受賞されているということですね。まあ、ストロングレインというのは雨にも負けずのところで、激しい雨ということなんでしょうね。で、えーまあ、川端康成とか谷崎潤一郎が日本文学の本流とされて、宮沢賢治は東北のファンタジー作家という認識だったところから始まったんだけど、やがて未了されていってで、この人が言うにはですね、パルバースさんが言うには、 宮田県の文章は、科学用語やまや、あ、ここはね、僕はちょっとなるほどと思ったところなんですよ。科学用語、サイエンスのね、科学用語や、宗教用語、擬態語、花巻弁などが混在し、分かりにくいと思う人も多いが、実は曖昧な表現はない。やがイシ、えー、石、ミイシ、カワ、といった、シ羅万象に対して人間がどう向き合うか、どう,どう理解するかという、メッセージを に出してていいるっていうね、えー、この文章を読んでね、なるほどなと思ってですね、えー、例えば有,有名ですよね、この春と修羅の刺繍春と修羅の序のところで、私という現象は、仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。 風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。っていうのは、まあ科学のね科学用語を駆使しながら、えー、言ってるわけですね。えー、それから、あ オホーツクバンカというね、青森からオホーツク行って、カラフト行くっていうね、そんな旅の時の詩があるんですけど、えー、例えばこれもね、これなんかこう、とてつもなく長くて、こんなの今の時読めないやっていうような感じなんですけど、うん、こんな闇夜の原の、違う、こんな闇夜の野原の中を、ここひらがなで書いてるんですよ、全部。こんな闇夜の野原の中を行くときは、客車の窓はみんな水族館の窓になる。 乾いた電信柱の列がせわしく帰っているらしい。記者は銀河系のレイローレンズ、大きな水素のリンゴの中をかけている。というね、えーまあ、こんな感じですね。で、まあ、こんな風にこうにとても科学用語、仏教用語、こう混ざるんで読みにくいと思ったんですけど、むしろこの科学用語、宗教用語、擬態語、花ばき面など。 を駆使するることで、えー、心とで心いいう曖昧なものを正確に示しているみたいなね、そんなことがあるんじゃないかなということで、なるほど、宮沢賢治というのはそんな風に読めばいいのかっていうのが、あ一つの出会いでしたね。それともう一つはですね、えー、これは徹底的に宮沢賢治観を、 あの決めた僕にとって決めたあれなんですけどこの中に、えー、哲学者の梅原武さんが「修羅の世界を超えて」という宮沢賢治論を書いてるんですけどこれはすごいですね。 えー、もうこの通おり、まあ、僕はあの古代史絡みで梅原武さんはあの出雲とか日向とか、えー、中国の朝貢文明の研究とかね、いろいろしていたんで、そっちの方で尊敬している人だったんですけどね、えーこの、この本の中で出会ってですね、で例えば、まあ、ちょっとこの話をしてみたいと思うんですけど、梅原武さんはね、えー、宮沢賢治という詩人作家を理解するのには、大丈夫 今日は必須なんだというか宮沢賢治というのは大乗仏教の活動として、えー、詩も童話も書いたんだという考え方なんですね。で、多くの人が大体そんな風に考えているわけです。まあ、しかし、えー、宮沢賢治が仏教信者であることが強調されながら、まあ、じゃあ、どんな仏教の思想でどん、それはどんなものなのかというような研究はですね、あまりされてない。なぜなぜらば 宮沢賢治研究者が仏教について全くの無知だからであるってね、これは本当にその通りだろうなと、大女仏教の造形深い人っていうのは、仏教学者か僧侶しかいないわけで、えー、日本文学研究者は、今やね、えー、戦前までは大女仏教の基本教養っていうのは日本人にはあったけど、戦後なくな,な,くなりましたね。漢文 教の教養ってのはないんで、仏教も漢文教養の一つだと思いますからね。え一方、仏教研究者が、えー、宮沢賢治について興味ないわけですね、そんなにね、宮沢賢治を文学者、詩人作家宮沢賢治を研究する仏教研究者っていうのはいない。つまり、えー、両方仏教と宮沢賢文学と両方に造形が深くない限り、本当の宮沢賢治像はわからないんだと。 宮沢賢治の文学の持っている本当の意味は、実は理解されたことはないんだとね、えー、こういうことをね、まあ、これも随分前の本なんですけど、そういうことを言ってます。でえー、宮沢賢治の思想は、えー 命の思想、生命の思想、修羅の思想、菩薩の思想、まあ、この3つで成り立っているというふうに梅原さんは言うんですけど、まあ、これはそのまんま天台宗、天台思想、法華経を含む天台の、ね、思想であると。最、ま、長、あ、ですね、空海と最長がいて、空海は密教で、最、え、長、ー、が、ね、天台宗を唐から持ち帰って、以後、日本仏教というのは最長の流れの中に全部あるというね、えー、そういうことですね。あの 阿弥陀経、日蓮宗、それから浄土宗、全部その天台宗の流れだったと思います。違ってたらすいません。はい、で、えー、そこでこういうその仏教思想を持った宮沢賢治が、じゃあなぜ小説を書かなかったのかっていうね、そんなことも書いてるんですけど、我々は賢治が首と童話を書き、小説というものを書かなかったことに、 注意する必要があるぞと。まあ、それは結構重要なことなんだっていうような話ですね。で、日本の近代文学を小説を中心に見る考え方をとり、すべての才能ある文学者は必ず小説家になるに違いないという見方からは、えー、宮沢賢治は中途半端だっていうね、そんな見解が生じるんじゃないかと。しかしか 宮沢賢治は小説が書けなくて詩や童話を書いたのではない。彼は自己の世界観の必然から詩と童話を書いたのであるってことですね。えー、世界観の必然から、自分の世界観、まあ、仏教思想に、えー、基盤を持つ賢治の世界観からは、まあ、詩や童話でなくてはいけないんだと、小説を生む必然性はないっていう,そういうことですね。はいであのー、例えば 彼にとっては明らかに動物も植物も山も川も人間と同じ永遠の命を持っている、その生命の真相を語るのにどうして人間世界のみを語る小説という形を取る必要があるだろうかっていうね、そういう形を、こういうことを言ってるわけです。でやっぱりねこう、まあ、特に近代日本は小説、小説ありき、まあ、ヨーロッパもそうですね、ドステオスキー・トルストイとリルケを普通、比べないですよね。 ジルケやランボーとドステスキやトルストイを比べて、えー、どっちがすごいみたいなことは普通言わないんでやっぱりね小説こそ文学であって文学勉強するなら小説読むみたいなそんな風潮があるけども、まあ、例えばランボーの10行ぐらいの詩とおトルストイのねこんな長い小説はね同じ価値を持つっていうこともねそういうのが文学のすごいところでもあるわけです。で例えばその、えー 動物も植物も山も川も人間と同じ永遠の命を持つ存在なんだっていうこの仏教的思想ね。キリスト教は基本、あの、人間の、人間の宗教ですから、えー、動物や植物や山、川がね、えー、そういう、等価で、等価値であるっていう、なかなかこう、そんなふうにはならないわけですけども、例えばこの、えー、梅原さんが、 引用して僕も時々紹介したことになる、メクラブドうと虹という童話の中にですね、えくらぶどうがですね、えー、虹のことをバカにするわけですね、えー、すぐすぐ消えてしまうじゃないか、あんたみたいなことをの流れの中で、えー、虹がメクラブドウに返事をする、えーこの、この素晴らしいあ詩のようなね虹の回答があるんですね。でこれはまさに、えー 童話でなくては書けない。これを小説、小説では書けないですね。虹がしゃべるからですね。で虹はこんなふうに答えるんですね、えー。そうです。本当はどんなものでも変わらないものはないのです。ご覧なさい。向こうの空は真っ青でしょう。まるでいい孔雀石のようです。けれども、まもなくお日様があそこをお通りになって、山へお入りになりますと、あそこは月見草の花びらのようになります。 それもまもなくしぼんで、やがて黄昏前の銀色と、それから星を散りばめた夜とが来ます。その頃、私はどこへ行き、どこに生まれているでしょう。また、この目の前の美しい岡屋の原も、皆、一秒ずつ削られたり、崩れたりしています。けれども、もしも、まことの力がこれらの中に現れるときは、 すべての衰えるもの、しわむもの、定めのないもの、儚かないもの、みな限りない命です。私でさえただ3秒をひらめくときも、半時空にかかるときも、いつも同じ喜びです。とね、えー、語ってこれを読むとですね。 さだまさしの海は死にますかっていうのをね、えー、思い出しますけどさだまさしってすごいですよね20代30歳前後ぐらいでねあ,のあ,ああいう、まあ、辻国も褒めてましたけどそこまで深い 歌詞と言っっててもあれはででしょうねって思うね思ぐらい、ね、あれですけど、まあ、この美しい宮沢賢治の、うん、言葉はこの言葉を、ね、とてもとても言いたかったと思うんですよメッセージとしてもでもこれをこの言葉を表現するのを人間だけがドラマを展開する小説という形ではね表現できないわけですね。 えーまあ、当時はファンタジーノベルというあれもないしですね、でもまあファンタジーノベルがあったとしても童話を書いたんじゃないかと。宮沢賢治はなぜ童話を書いたかというと、彼の仏教思想は童話でなくては表現できなかったということだろうと思いますね。えー、そして、えー、詩の方ですけど、まあ、宮沢賢治の詩はね、例えばあの雨にも負けず、風にも負けずっていうのはありますけど、それはまあ、 あ,のあれはちょっとメモ書きしたような詩、ね、なんですけど <laughs> あの、有名なのは「英血の朝」ですね。でこれはあの折に触れて時々読んで、ああ、いいなと思うようなものではなくて、とても重いのでね、えー、何かの時に真剣に読む詩になるんでしょうね。えー例えばえーまあ、これは、ね、ちょっと一部だけ言いますけど、今日のうちに遠くへ行ってしまう私の妹よ。みぞれが降って、思っては変に明るいのだ。 雨優戯とてちて賢者。ていう、まあ、こんな東北弁で、ほぼほぼオールひきらがなのような形でね、えー、進んでいきます。そして、えー、無聖同国という詩があって、えーまあ、その続きみたいな詩ですけどね、これはちょっとそんなに長くないんで、読んでみたいと思います。こんなにみんなに、もらみもなちょっとやり直し。<laughs> こんなにみんなに、みもられ、みま、ちょっと。 ダメだこれちょっともう一回 <laughs> 失敗しますね。こんなにあの全部ひらがなだからね読みにくいんです。こんなにみんなに見守られながら。お前はまだここで苦しまなければならないか。ああ大きな真の力からことさらに離れ、また純粋や小さな特性の数を失い、私が青暗い修羅を歩いているとき。 お前は自分に定められた道を一人寂しく行こうとするか、信仰を一つにするたった一人の道連れの私が、明るく冷たい精進の道から悲しく疲れていて、青毒草や蛍光筋の暗い野原を漂うとき、お前は一人どこへ行こうとするのだ。なんという諦めたような悲痛な、 笑いようをしながら、また私のどんな小さな表情も決して見逃さないようにしながら、お前はけなげに母に聞くのだ。本当にそうだ。髪だっていつも。髪だって一層黒いし、一層黒いし。まるで子供の、うん、まあ、ちょっと。 難しいから、この辺でやめました。せませんね。で、最後に、私の悲しそうな目をしているのは、私の二つの心を見つめているためだ。ああ、そんなに悲しく目をそらしてはいけない。で、まあ、あの、あいまあいまにね、妹が東北弁で、ケンジにいろいろ言うというシーンもあったりするんですけど、まあ、こんな感じのね、えー、詩が、 あありますでまあこういうちょっと重いとね、えー、さっき言ったオホーツクバンというのはまあ,あ青森からっかないとって樺太鉄道行くっていうのがねこん、えー、さっきちょっと言いましたけどねこれもちょっと途中まで読んでみたいと思います青森バンこんな闇夜の野原の中を行くときは客車の窓はみんな水族館の窓になる乾いた電信柱の列がせわしく帰っているらしい 記者は銀河系のレ連符レンズ。大きな水素のリンゴの中をかけている。リンゴの中を走っている。けれども、ここは一体どこの停車場だ枕木を焼いてこさえた柵が立ち。8月の夜の静まの赤アガアゼル。してのある一列の柱は懐かしい陰影だけでできている。黄色なランプが2つつき。 高く青白い駅長の真鍮棒も見えなければ実は駅長の影もないのだというね、えー、そんな感じになっていきますねはいで、えーまあ、さっきの梅原武さんはですねあの仏教というものを無常のことをね無常感でしか捉えられない人は、まあ、検事宮沢賢治のね、こういう詩や童話についてはあの ちょっと理解できないんじゃないかみたいなね。要は仏教の前提に無情感があるんだけど、むしろその、まあ、これ大乗仏教ですね。仏教が語りたいのは無限の命、大宇宙にみなぎる不思議の命の輝きであるということですね、えー。大宇宙にみなぎる不思議の命の無限の輝きを書きたいので、童話や詩を書いていった。 ということで,、ね、で、賢、え、治、ー、の詩や童話からはですね、生命の一つ一つが永遠の光を見事に輝かせているということで、まあ、永血の,の朝で実際に自分の妹が亡くなっていくところもね、あのこれは賢治の体験としたら悲痛な体験だけれども、詩として残っていて、これをこの読む私たちの心は、まあ、これは無常感。 人は死ぬ、生き物は死ぬけど、まあ、仏教というのはこう、輪廻するし、循環するというね、そういう形でもありますね。まあ、あのー、インド大陸でできているから、こう、豊穣な大地の循環を見る世界観ということにもなるんじゃないかなと思いますね。えー、その辺は日本の死生観と似ているのかもしれませんけれども。 あそういうことで、妹はここで亡くなるんだけれども、あのでもこれはあ、えー、命のこう永遠の終わりではなくて、永遠の命の中のこの世における別れであって、虹が消えるけど、虹はまた別の空、別の場所、別の日に生まれるみたいなね、そういう。 ものとリンクして壮大な死生観がね、宮沢賢治の作品の中には漂っているんじゃないかなっていうことをですね、今、動画で喋りながら <laughs>、あのー、なるほどと言いながら気づ,気づいたというか、僕の宮沢賢治観としてなんか気づきましたね。えー、なので、まあ、じっくりと腰を落ち着けて、静かな時間で読み込んでみるのが宮沢賢治の作品だろうなと。 えー、特に詩はね、えー、そういうふうに思いました。はい、ということで、えー、今日は宮沢賢治についてお話ししてみました。あかなりね、特殊な梅原さんと、えー、バルバースさんのものをベースに、えー、かなり自分勝手な読み方ですけれども、いかがだったでしょうか。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。